白鳥庭園は愛知県名古屋市厚田区厚田西町にある白鳥公園内にある庭園である。白鳥貯木場を埋め立てて1983年から1991年までかけて整備した庭園。当初から白鳥庭園とする計画であった公園ではあるが、初めは白鳥公園という外区公園として開園。1989年開催された。 世界デザイン博覧会のパビリオン、日本庭園として本格的に整備された。閉幕後は庭園専用の有料公園とするため継続整備され、1991年に完成、オープンした。大きな池を中心に配置した地線回遊式の日本庭園で、都市公園内の庭園としては、東海地方随一の規模を誇る。世界デザイン博覧会のパビリオンとして設置したため、 東海三県を中心とした中部地方の地形をモチーフにしている。公園の南側にある月山を御竹山に、そこから各池に注ぐ川を基礎川に、中央、周辺の池を伊勢湾に見立てており、自然の雄大さを演出している。園内のメイン施設の清和邸は本格的すや建築の茶室である。清和邸は茶会などに利用され、 塩入り庭では庭園を眺めながら、有料で抹茶が楽しめる。全国でも珍しい3つの音色を奏でる、水金靴がある。午前9時から午後4時30分。閉園は午後5時、郵便番号456-0036名古屋市、厚田区厚田西町2番午後公共交通機関に、ついては、鉄道であれば、名古屋市へ地下鉄名城線神宮西駅4番出入り口が、 徒歩約10分の距離に所在する。また、名古屋市営バス金山25号系統、菅神宮2号系統の、白鳥橋停留所が徒歩3分の位置に、厚田巡回系統、厚田生涯学習センター停留所が徒歩3分の位置に所在しており、それぞれ利用ができる。名古屋国際会議場がある公園。講義には、白鳥庭園もこの公園の一部であるが、 利用目的が違うため区別されている。なお、隣接の堀川の対岸にあり、人道橋の御両橋で連絡されている公園として、旗屋町二丁目の外区公園、白鳥公園や白鳥古墳がある。ありがとうございます。